何も映えない。完全防備。こんにちは。こんにちは。え、空いてない結構。好き。空いてるね。プーさんとピグレットいる。こんにちは。あれやろう、抽選。じゃあまず美女とやるよね。え、どうする、開けた方がいいんかな、これ。いや、開けなくていいよ。3時から5時にする。うん、はい、エントリーいきます、はい、どうぞ。ででポップコーン探してます。ポップコーンはどこに、塩がいいんだよね。甘いね。甘い。やめたの探すの。なんか知らんじゃん。もうネットに疎くなってきてる。やばいよ。うちらはポップコーンの旅に出て、美女と野獣に行けばちょうどいい。え、確かに。え、じゃあホーンテッドマンションは、ホーンテッドマンション行ってから、うん、あ、じゃあポップコーンの旅に出て、あ、じゃあそうしよう。ポップコーンの旅に行ってから。ポップコーンめっちゃ食べたいじゃん。戻りがてらにこう行って美女と一緒に。あ、じゃあそうしよう。そしたら並びながらも食べれる。あ、そうそうしよう、そうしよう。かわいい、その顔のやつ。たまにいるんだよ、あんまいない。でかかるで、うん、かけるんかい。ちょっと野獣さんに、あ、いいよ、いいじゃん。夜になったら光るらしい。光るらしいよ。いい、似合ってる。かわいい。かわいいですね。ほら、変だよ。顔がちっちゃいってことでしょ。顔がちっちゃいね。マスクが大きいみたいになってるね。乃木坂の子みたいじゃん。ね、できるかも。まだまだ一回もバレてません。奇跡だよ。こんなことないから。今までもうちょっとであれだったよね。入り口とかでさ、バレてたよ。こんなバレないことめったにない。やっぱ堂々としてる方がいいんだよ。あ、ピノキオ。当たっちゃったので乗ってきます。何？意外彼氏。はい、もうバレました。レンズ汚っ。でも映ってるもん、ちゃんと。全然テンション上がってないから。じゃあ、恥ずかしいね。上がってるよ、心の中で。めっちゃ上がってるよ。いや、うちも上がってるよ。上がってるけど、ちょっと、そうそう、恥ずかしいね。久々に、ね、久々に人がいっぱいいるとこに出たから。緊張しちゃう。前髪がカスタになってしまった。私ももう前髪死んだ。ででですごいんだけど。食べ方なくて。もうすぐだ。もうすぐですね。え？もうすぐですね。もうすぐです。いいよ、漏れてる。まだそれ被ってる人あんま見てない。人
人くらいか、一人二人くらいだよね。でもこれ可愛いよね。可愛い。終了。楽しかった。面白かったね。めっちゃミュージカルだった。映画をギュンって映画をギュンってした感じだったね。ベイマックス、ベイマックス、ずっとさ、ずっとつけたままなの。何が緑のやつ。でも、ここからもう休憩しとります。飲んで。炭酸強い。かわいい。何飲むの。ウーロン茶。ね、一人おかしい人になってるから。やっと顔出てきた。本当だ。私がこうやって食べ物とか飲み物や、今時ね、言われる先輩だから。そう、今時の先輩だから。全然出てないの、忙しくなっちゃって。先輩ですから。スティッチ行きます。スティッチ行きます。そうそう、これ光らせますか。そうですね。おお、早めの点灯。撮らなくていいの写真。あれあれと、みんな見る。みんな見る。罰で対決します。負けた方がジュースおごりだよね。ジュースおごりです。頑張ります。負けた人、負けた人。負けた人です。なんか帰り車のジュースおごり。ラストの乗り物に、はい、何乗るの。カリブの海賊でお願い事する。カリブの海賊の一番最初の流れ星でお願い事すると叶うんだって。それがゆらのちゃん毎年叶ってるし。そう、毎年叶ってるからね。全部無理かと思うような願い事でも叶うから。持ち帰り用に買ったポップコーン食べてます。お家にまでもない。帰りの車でなくなっちゃう。今からお土産を買って帰る。帰ります。って言ってもまだ6時。そうなんだよ。マジでさ、大人の楽しみ方をするようになったよ。2時くらいに入って、しかも寝坊しましたから。言わないでよ。ニコルちゃんと寝坊したから。12時くらいに向かうかなって思った。そうだよ、12時着の予定でね、準備してたんだよ。1時になったから。いいんだよ、ちょうどよかったよ。はい、ということで、はい、楽しかったね。楽しかったね。お土産も買って、はい、自分にね、全部全部自分に。人に1個も買ってないけど。いや、いいんですよ、自分にご褒美ディズニーということで。超楽しかったね。え、また来ましょう。また来ましょう。手持ち、バイバイ。バイバイ。なんか緑に水色に忙しい。うち忙しいね。ニコルと前回来たのは私の誕生日にさ、連れてきてくれたよね。でその前がその1年前のクリスマスだよね。マジか。ありがとうございます。あのクリスマスがすごい印象に残ってんだよね。私が免許取ったお祝いで2年前に。あ、2年前ね。そう、もう分かんない、感覚がさ。しかもさ、意味分かんないの。免許取ったお祝いに連れてってあげるって、タクシーでここまで来たの。いいじゃん、リッチで。リッチ。ハイライト的には、うん、スティッチで。そうだ、されちゃったっていうの。衝撃的な。スティッチの乗り物でめっちゃ人いたんだよね。人いたから、子供が当たるし大丈夫でしょとか言ってたら、まさかの。でも被り物被ってんのがうちくらいだったね。そうそうそう、私も脱いでたし。ニコルだけが被り物被ってたら、スティッチに当てられちゃった。そこの女の子2人って言われたよね。宇宙人のやつ被ってる子。そうそうそう。名前はって言われたから、ユミです。お母さんの名前。なんだっけ。
なんか愛とか言った。適当に思いついた名前。面白かったね。ね、まさか当たると思わなかったよね。初めて当たったよ、愛ね。しかもさ、めっちゃさ、質問さ超考えてたのに当てられたらテンパってさ、めっちゃ、うん、つまんない。何色が好きって。黄色。スティッチ嫌いって言ってたね。バズの負けた罰ゲーム。ジュースおごる、かわいい。じゃあ、どれ。でんでん、はい、すいませんでした。ありがとうございます。何撮ってんの。カイロ撮った。お腹熱かった。買ったもの見せます。ニコルがこダンボ。ダンボ。私がいいよ。かわいい。しかもモコモコの、ニコルおすすめのやつ。触り心地がいいやつ。これのシリーズ大好き。これ3500円です。リアルなね。これでここでいるのやばくない。これやばい。でも撮らないんだよね。撮らない。もう 帰るまで撮らない。で、はい、本当にヘアバンド。 YouTube 用に。 YouTube 用。これ多分あれで、100ピカパスタ吸ってる犬のやつ。やつ多分これで。ニコルがハムと、あとシンバ、ライオン。どう。これ1600円ですね。チョコ。パパか。あとはあのポー君にお土産。あのなんだっけ、かじりやすそうだから。かじりやすそう。このサイズが好きなのよ、ポー君は。はい、以上です。以上です。帰ります。サムネ。サムネもっといいやつあるでしょ。一緒に。忙しい。一人でこれで帰る。純機能を大爆笑。一人さ、ずっとさ、いやさ、こういう人いるよね、多分ね。走行してください。経路に従って走行してください。ディズニーから帰る人って渋谷までつけてることよくあった。電車とか乗って行ってた時さ、うん、これどこの駅ら辺で撮ればいいのか分かんない。分かる分かる。でもままつけてたいんだよね、うん、しばらく。じゃあ今度ちょっとあれやろう。何？うちの車取ったら、うん、運転 YouTube ピアノを乗せて、うん、これ喋るっていう。あ、いいじゃん、ドライブトーク。うん、うん、今喋りかけないでとか絶対なるよ。うち？うん、なるかな。慣れるまで結構なった。確かに最終ラン乗った時静かに静かに、うん、言ってたもんね。真剣だったよね。しかも姿勢めっちゃピンってなってたし、うん、席近みたいなね。今もちょっと近いけどね。うん、今日だからその姿勢今日割と良くしなきゃいけない。いいの、運転したいの。早く免許取って。もうルールとかもうその知ってるから、もう運転していいって曲がる時にさ、うん、これ確認、この先確認、渋滞があります。確認、うん、ここ、これを曲げるのがで全部確認してから曲げるって、そんな暇なくない？うん、確認してから曲げる。やったわ。でもさ、もうさ、暇ない、急ぎだよね。暇ない。現場に出たら暇ないんだよ、その、うん、でここまで見てたらもう死んじゃうよ。分かるよ、私もやったんだから。見るよ、うん、見るけどさ、あと左折ね、左折の時余計見なくちゃいけないよね。暇ないっていうね。まだ免許持ってないんですけど。まだでも仮免も持ってないからね。ただ筆記で受かった人。でめっちゃポップコーン食べてんだけど。寄せてこう。はい。持ってないんですけど。免許持ってないですけど。やったら今詳しいから。勉強中だからね。うん、早く車買って、ね。人のマイカーにまだ乗ってないからね。頑張ります。この年齢でお金を使うのに車ってなる子確かにあんまいないよね。いないよ。この職業からリスクあるあるだもんね。はい、徐行してます。そのさ、用語さ覚えたてだから使いたいんでしょ。徐行してます。あーばよー。